ラームバラン・ヤーダブは、ネパールの政治家、医師、マデシ出身、大統領、ネパール会議派代表幹事、元政権議会議員、保健大臣を2期務めている。GP コイララの側近、日本では、ラムバラン・ヤダブと表記する場合が多い。ネパール東南部のダヌシャ軍サッパヒ、村生まれ、古作人の4男であった。インドのカルカッタのカルカッタ医科大学で、 医科外科学学士を取得、軽かった大学熱帯医学科で学ぶ。後に医学博士号を取得。1960年代、マヘンドラ国王の独裁時代から政治に参加。反、パンチャーヤと性の運動を行う一方、タライ地方の病院で医師として働いた。1987年に、サパヒ大イ9区の村落パンチャーヤと議長に立候補し、満場一致で当選。 1990年の民主化運動に参加、3ヶ月投獄される。1991年の選挙ではネパール会議派から立候補して会議員に初当選、保健大臣となり、1999年再選し、保健大臣に再任している。2008年4月10日、政権議会選挙にダヌシャ軍第五選挙区から立候補して当選した。 GP コイララ元首相に忠実で、マデシ人権フォーラムなどが主張する、一つのマデ氏には、反対している恩恵なマデシ政治家である。2008年4月10日、政権議会選挙で、ネパール共産党、毛沢東主義派が比較第一党となったものの、過半数には遥かに及ばず、第二党ネパール会議派、第三党統一共産党が、それぞれ100議席以上確保していた。 はじめ、ネパール会議派は、首相のギリジャー・プラサード・コイララを初代大統領の候補として推薦していたが、もう卓党派はじめ各党からの反対が強く、当選の見込みは立っていなかった。一方、もう卓党派は他党に配慮して、自党の大統領候補を立てず、統一共産党と共通の候補を出す協議を始めた。しかし、統一共産党が自党の候補として、 政権議会選挙で落選したマーダブクマール、ネパール前総書記を大統領候補として譲らず、ー派はこれを拒否したため、協議は決裂した。その後、ー派は、マデシ出身のラムラジャ・プラサドシンを候補に立てまで死刑、三党と交渉したが、マデシ人権フォーラムが、独自の副大統領候補を支持することを条件に、したのに対し、ー派が拒否したため、また協議が決裂。 結局、統一共産党と、マデシ人権フォーラムは猛派に裏切られたとして、ネパール会議派が急遽擁立した、マデシ出身のヤーダブを支持することとなり、決戦投票でヤーダブが、ネパール初代大統領に当選した。2008年7月19日、大統領選挙第1回投票では、ネパール会議派、統一共産党、マデシ人権フォーラムなどの支持を受け283票を、 獲得し、1位であったが、過半数に15票足りず、規定により、再選挙することになった。なお、第2位は、ネパール共産党、毛沢党主義派の支持を受けた、プラサドシンで270票であった。7月21日行われた、決選投票の結果、第1回投票で欠席した政党からの支持も受けた、ヤーダブが、議員総数のうち308票を獲得して、 ネパールの初代大統領に選出された。プラサドシンは282票にとどまった。7月23日、正式に就任。規定に従い、政権議会議員を辞職した。なお、副大統領はマデシ人権フォーラム法務部長で、元最高裁判事のパラマーナンダジャーである。大統領、副大統領ともに、マデシ出身である。2007年5月。 ジャナクプルにあるヤーダブの自宅は、マデシ運動の過激派、ジャネター・アントリック、テライ・ムクティ・モーテ社に襲撃された。JTMM は、ヤーダブ宅に襲撃予告を出し、自らの旗を掲げ襲撃し、爆弾を投げた。2009年5月3日、モーハのプラチャンダ首相が、ケハミンペ組織の扱いをめぐり対立していた、ルーク・マングド・カタール陸軍参謀総長を解任。 これに対し連立与党、野党、国軍が一斉に反発。ヤーダブは解任を取り消し首相を非難した。猛派は孤立し、翌5月4日、プラチャンダは首相を辞任。連立政権は崩壊した。ありがとうございます。